渋谷猪彦渋谷猪彦は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。1881年11月、高知県阿川郡いの村、佐竹の三男に生まれ、日向佐渡原藩市、渋谷元部の養子になる。東京府神城中学校、陸軍幼年学校を経て、1902年11月、陸軍士官学校を卒業。1903年6月、 不評少尉に任官。日露戦争に従軍。1911年11月、陸軍大学校を卒業後、参謀本部部員に就任。1922年2月、フランス大使館付部官となり、1923年8月、不評大佐に進級。第一次世界大戦では、フランス軍艦船部官だった。帰国後、1927年7月、 第四師団参謀長となり、1929年8月、陸軍少将に進級し不評を第33、旅団長に就任。ついで陸軍と山学校長に転じた。1933年8月、陸軍中将に進む。1934年5月、留守第16師団長に就任し、1935年8月、第16師団長に親保されたが、 同年12月2日に参謀本部付となり、同12月14日に55歳で病死。ありがとうございます。